皆さんこんにちは。今回もスプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。はい、世界中の選手をランダムに選抜してたった一人きりのチームを作る、やるたびに、完全に新しいチームが出来上がる、そういうモードになってます。はいはい、岡崎慎司いますね。で、カラスコがいますね。はい、ベルギーのサイドミッドフィルダーですね。非常にフットワークが良くてスピードもありますね。キックもうまいと。はい、で、リカルドなんとかですね。クロスがうまい。ポルトガルのウィンガーですね。右利きですね。はい。マドリディまたいますね。よし、これいける。で、ミルナーですか？ミルナーだっけ？はい。誰だこの人。はい。アメリカの選手いますね。マドリディ非常にスピードあってね、プレッシングもあると。いうことで、中盤にね、はい、配置すると、カウンターがだいぶ、ね、きつくなりますね。フランスでやると本当に左サイドのこの人に苦しめられると。この人はキックとロングパスの精度、あと全体的なステータスが高いサイドミッドフィルダーですね。はい、で、ビラですか、クロアチアのね、今は、トルコのね、ベシクジタ州でしたっけにいると思いますが。なるほど、はい。イタリアの選手ですね、また。はい。サイドバックですね。早いですね。ロシアのセンターバックと。で、ウルグアイのウィングバックですね。ジャンプ力ありますね。はい。で、キーパーはロシアのキーパーと。で、ポルトガルのキーパーも入ってますね。おー。はい。これはポルトガルの人がいいですね。ロングパスの精度が低いなぁ。ロングパス。あれ？逆か？まあ、シュートストップこっちですね。はい。で、はい。出口、伊藤純也と。で、太田でしたっけ？太田大輔ですか？違うな。そうですね。はい。これはね、使っていきたいと思います。出口はとりあえずここに入れて。強いですね、この辺は。いや、どこに入れよう。伊藤純也、どこに入れよう。うわー。はい、能力高いですね、どっちも。この人かな。ただね、ちょっと、あ、そうか、オフェンシブに行けばいいのか。これやりますか。ちょっとダブルもったいないですね。そうか、カラスコを真ん中にするって言ってがあるのか。カラスコね、フットワーク、ボールタッチ、スピードね、そこまでじゃないですね。フットワークが抜群っていう評価なので、シャドウに入れることもできるな。まあ、こんな感じですかね。伊藤純也。一回これで見てみますか。はい。このね、伊藤純也とサイドの絡みですね。で、真ん中にビーダーを置いて、入り口をサイドを固めると。で、バッティティとね、ミルナー、ミドナー、ミルナーですか。はい。で、リカルドなんとかを、右にして。はい。伊藤、インサイドハーフ。あ、逆の方がいいか。あ、違うな。いや、どうしよう。あ、ダメだ。はい、これでちょっと一回やってみますか。マティリの前方にね、ちょっとスペース作って、ドリブルのね、余地を残した方がいいかもしれない。真ん中だとね、スペース少ないんで。はい、これで伊藤純也、イーサルハーフですね。はい、これね、結構いいフォーメーションだと思います。カラスこっちの方がいいかな。まあ、いっか。はい、これでいきます。相手は、イングランド。はい、ちょうどいい相手ですね。あ、で、そうか。ここで、こっから組み立てますね。うん。はい、伊藤がドリブルしますね。ちょっと真ん中行っちゃったな。はい、マティティのドリブルと、あ、早いですね。わー。はい、プレッシングも十分と。いや、これはね、攻守の切り替えで。はい、マティティでね、もう、だいぶね、いけますね。はい、イングランド怖いところは、まあ、ハリケーンの突破力もそうですし、スターリンもね、スピード非常にあって、ここですね、怖い。行かれちゃうか。はい、なんとかね、押し戻しましたね。はい、ここに、いや、ドラッグスラ、あ、違う。誰？ちょっと苦しいですね。はい、伊藤純也のミドルシュートですが、入らずと。だいぶイングランドはね、やっぱディフェンスが硬いのが、はい、ここもね、簡単に裏にはね、抜けられないですね。わー、はい、伊藤のね、サラ突破からシュートですね。伊藤陣はこのパターン多いですね。サイドのシュートが、よく入るんで使いやすいですね。
はい、岡崎のプレッシングでボールを取れましたね。で、ここ、はい、ここまた使いますね。いやー、ワンタッチ OK か。はい、入り口。真ん中経由して、ここね、サイド使っていきます、もう一回。はい、ちょっと、ね、手前に折り返しましたね。はい、岡崎の真ん中スポットで、その手前でね、だいぶスペース作ってるんで、フリーでね、ボール受けますね。はい、ボール取りました。はい、伊藤純也から、岡崎の前抜け出してね、シュートまで行きましたね。うん。はい、頼む。はい。2-0 ですね。まあやっぱり、マティで効いてますね。で、ミルナーも十分働いてますね。まあやっぱり左の方がなんか、いけてますね。この、右の人ね、ちょっといまいち動き出しがないのかな。はい。で、岡崎がより働いて、カラスコがちょっと消えちゃってるのがもったいないかもしれません。一回ずらしてみますか。はい。はい、カラスコがプレッシングいきます。はい、ボール奪いましたね。これは、もうサイド行っちゃって、シュートまで行っちゃってもいいぐらいの。はい、手前に、うわぁ。ああいうところ硬い。おい。今見て、あ、やばい。これは終わりのパターン。ここでボール取れないと。はい、取れましたね。いや。はい、出口から、ちょっと軽くロングフィードして、岡崎のプレッシングがいきない。やばい、ディマリア。あ、ディガー、デルアリか。はい。マティティがボールを奪いますね。はい、強いですね、やっぱり。マティティのところでね、ボール取れるんで、こっちに思い切った攻めが右からできると。伊藤がこんなとこにいる。はい、向かいには、わ。はい、マイナス気味にね、ボール上げてますけど。なかなかミドルの体勢には入んないと。うん。ああ、はい、すごいですね。岡崎の抜け出しで1点ですね。グランダのクロスでしたが、うまく取っちゃいましたね。ああ、やっぱりイングランドね、隙がないですね。かなり攻めてるんですけど、肝心のところでボール取られちゃうんで。はい、当てて、落として。を使いますか。はい、流れて、うわー、いいシュートですね。はい、岡崎の非常にいいプレー出ましたね、ここ。はい、シュートは悪くないですね。はい、カラスコから岡崎と。あ、ここね、まあ、岡崎の役目はやっぱり裏にね、抜け出すっていう、そこが大きなところなんで。はい、サイド使いますね。で、リカルドなんとか、この人ね、クロスがいいんで、はい。クロス、いいクロスですけど。はい、もう一回いきます。伊藤純也から、リカルドを使ってね、はい、クロス上げます。もう一回。あー、ちょっと流れちゃった。うん。はい、というわけで終わっちゃいましたね。3-0 ですか。内容的にはね、まあ、多少は実のある内容だったと思いますね。最初ね、左からだいぶね、攻めちゃいましたね。カラスコがいるんで、そこの働き、あ、カラスコじゃない。マティーリですね。はい。イングランドが右から攻めてきても、マティーリで攻撃ストップして、すぐにね、マティーリからカウンターが始まるということで、本当に、頼もしい選手ですね。チームに一人欲しい、プレッシングとスピードのある、選手ですね。なんか、能力値見ると、カウンターの、トランジションの、ね、数値は低いんですけど、それでも、プレッシングとスピードのせいでね、非常に攻守の切り替えの早い印象の選手になってますね。はい。あとね、フォワード。はい、岡崎慎ですね。で、やっぱりカラスコね、シャドーストライクもったいなかったですね。でも、サイドの選手が今回多すぎたので、中央にね、シャドーになっちゃいましたけど、やっぱりドリブルとか、持ち味がね、いまいち出ないと。いうことで、真ん中で使うのはちょっともったいない選手かもしれませんね。はい。あとは、まあ、ミルナーも良かったですね。井出口ね、伊藤純也も、インサイドハーフでね、聞いてましたね。右でボール持った時にドリブルができるっていうのが大きなメリットですね。はい。スピードがあるんでね、はい。あと、右の人ね、ポルトガルのクロスの上手い人もちょっと使うべきだったかもしれませんね。どうしても動き出しがないんでね、そこで、ボールがね、渡さなかったですけど、渡すとクロスがいい角度でね、
飛んでいくので、もうちょっと活かした方が良かったかもしれませんね。まあポジションとしてはね、高めの位置ウイングにとって動き出しが必要ないところで最初からいてもらってクロスに上げてもらうと、そういうねやり方がいいと思いますね。で、真ん中、ビタですか？はい。あとね、入り口ですね。言いましたね。はい。最終ライン固かったと思いますね。まあ、イングランドあまり寄せつけず、ただスターリンね、はい、要注意の選手ですね。やっぱりスピードが非常にあって、一回ね、裏取られるともう追いつけないんで、かなりね、こっちも、ディフェンダーの気を使う流れでしたね。スターリンが要注意と。いうことで、あとはね、そこまで怖いところはないですね、イングランド。やっぱりスピードがね、一番怖い要素なんで、スターリンさえ気をつければ大丈夫と。あとやっぱり中央がね、イングランド硬いですね。はい、今回もね、くさびを結構取られたりとかして、まあね、裏抜けのパスも全部ね、カットされてと、いうことでね、だいぶ、センターバックの選手のポテンシャルが高いので、なかなか、思い切ったね、突破、できなかったですね、はい。やっぱりね、強豪になってくると、そういうのね、多くなりますね。ただまあ、イングランド選手前といっても、まあ、例えば、ラモス・ピケとか、ゴディみたいなね、そこまでの、センターバックではないっていうね、そういう印象でしたね。はい。まあ、これぐらいにして、はい。というわけで、今回ね、イングランド相手に3対0と、フォーメーションは、岡崎、カラスコ、左が、誰でしたっけ。まあ、早い選手ですね。で、右も、ポルトガルの選手と。はい。で、まあ、リリー使ってね。で、ミルナを置いて、伊藤純也をインサイドハーフですね。あと、ビーダと入り口ですね。はい。なかなかいいフォーメーションだったと思います。また次回ね、新しいフォーメーションですね。できれば、試していきたいなと。今回ね、サイドかぶりが多かったですけど、そこでね、新しいことあまりせずに、まあ、無難なメンツでカラスコをね、真ん中で使うっていうやり方で。整えちゃいましたね。また、今度新しいフォーメーションできればやりたいですね。はい。というわけで、今回はこれで失礼します。